はい、シンパニーの本村です。今日はラフパーソン1回ファーストインプレッションってことで CD が届いた当日に本当の本当の初めて聞いた時のファーストインプレッションっていうのを1回出してるんですけど、セカンドインプレッションということで、まあ、僕もねある程度聞き込んできた中で、またいろいろ話ができたらなということで動画を撮っています。あとはそのこのラブパーソン以外にプリズムでねラブパーソン、ライナーノーツっていうね、ことで1曲ごとにそれぞれこう解説も書いてあったので、まあ、それも踏まえながらちょっと聞いて一緒に聞いてみたいなと思います。はい、この1曲目本当の君を知ってですね。ファーストインプレッションの時に僕このイントロの流れてきた時、まあ初めて聞いたっていうのもあってパッとこう出てこなかったんですけどね、こうリコーダーかなって一瞬思ってリコーダーっていう感じのコメントを残してるんですけど、まあよくよく聞いてかつこのね CD の歌詞カードのところを見ると、フルートって書いてましたね。いやフルートですよね。はい、ちょっとリコーダーって言っちゃったんです。まあ笛っていうところは合ってましたけどね、縦笛横笛でいくとそこは合ってなかったんですけども、このねフルートをもう一曲使われてましたよね。フルート使われてるのどれだったかな。あの日のポセイドンだ。僕の記憶の中で徳永さんの楽曲でこのフルートを使っている曲ってあんまり記憶になくって、もし他にフルートを使っている曲ご存知の方いたら、ここでまたフルート出てきましたね。このプリズムに書いてますけど、この曲をね今回のアルバムの1曲目にしようっていうことは最初から決めていたっていうふうにね徳永さんが、おっしゃってたみたいでね。このアレンジがねすごくロック調っていうか、ここにも書いてますけどスローテンポのロックチューンか。でシンプルでありながらも骨太なサウンドが繰り広げられている。こういう僕ギターリフがすごい好きなんですよね。バンドやってるってこともあって、どうしてもその楽器の方にも結構ね耳が持ってかれるんですけど、フルートとこのエレキギターのこの組み合わせでね、あんまりこう他のアーティストとかでも出るの聞いたことがないから、このフルートが入ってるっていうのもこの曲の何ですかねイメージにすごく合ってるっていうか、いい雰囲気ですよね。僕は中学生の時に妹がね吹奏楽に入ってフルート吹いてたんで、なんとなくフルートの音色は覚えてたはずなんですけども、だからまあ言われてみればフルートって感じですかね。あんまりバンドサウンドでフルートって使われるイメージもなかったのでちょっと出てこなかったんですけどね。でさっきから言い訳ばっかり言っちゃってますけどね。自分を信じてごらん、強く信じてごらん、君が感じるままに、そんな明日を持って。詩もいいですね。この、まあ、メッセージというかねストレートに入ってきますよね。
で聴いたらまたいいんでしょうね。まあね、コンサートツアーがちょっとね残念ながら中止になっちゃって、本当にまあ仕方ないですけど、やっぱり聴きたかったですね。多分ライブでも当然この曲をね1曲目に持ってくる可能性高かったんじゃないかなと思うんで、このギターの音も普通のこう鳴らしてるギターと別にちょっとこうエフェクトをかけてね、ここのワンワンって言ってるところとかは多分そのペダル、ワウペダルっていうのがあるんですけど、多分それを踏みながら多分ギター鳴らしてるんじゃないかななんてこう音を聞きながら想像してるんですけど、いい曲ですね。セカンドインプレッションで、まあちょっとね1曲ずつちゃんとこう聴いていこうかなということで、ファーストインプレッションの時はねもう次から次にこうね曲変えていってたんですけど、まあ全体を通して聴くっていうことでね、まあ、セカンドインプレッションは全体を聴くっていうよりはこうやってね1曲ごとのまあ詳細なりレビューっていうか、まあ、僕が感じていることをお話ししていけたらなと思っています。ということで今日は本当の君を知ってのレビューということでお送りしました。次回はね一応曲順通りに行くと You and Me ってことになるんですかね。ちょっと今予定は未定っていう状況でどうしようかなって考えながら話してますけど、次のどこをお楽しみに。You keep